一方的な連絡だな。さすが執事、主人のフォローが早い。日本人だらけだぜ。よ、まるちゃん、一緒に飯食いたいんだって？さすが 31A だな。呼び出しただけで僕の意図を汲み取るなんて悪くないセンスだ。いや、ヤナギンがフォローの輪廻を送ってくれた。ヤナギン！まあまあいいじゃん。それより一緒に何か食べよう。その言葉、命取りになるぞ。意味がわからないんだけど、毒でも盛られるの？お嬢様はそのような回りくどいことはいたしません。うむ、その通りだ。私に一言、消せと言えばいいだけですので。怖っ！冗談でございます。お嬢様は茅森様のセンスを確かめたいのです。それもうアリーナで見せなかった？まさかそれだけじゃないだろう。戦闘以外にも 31A としてのふさわしいセンスがなければおかしい。例えば？人間性や普段の行動、対話スキル、マナー、いくらでもあるぞ。茅森様、どうしました？今言われたのどれも自信ないんだけど、どうしよう。心配するな。それを見極めるのは僕だ。柳、先に行って席を取っておいてくれ。かしこまりました。さて。うん、早く僕をカフェテリアに連れて行け。本当に柳がいないとポンコツだな。私はゴミです。おいしそう。やはり、シミジンをやはり置いていくのですか。お待ちしておりました。準備は整っております。うむ。なんかカフェテリアの一角にテーブルクロスと食台を置かれてる席あるんだけど。お嬢様と茅森様が食事をするにふさわしい席を用意させていただきました。 31A の茅森、お前のテーブルマナーのセンスを見せてもらうぞ。それ 31A となんか関係あんの？完璧なセンスは日常の所作にも現れるものだ。テーブルマナーとか習ったこともないんだけど。心配しなくても、ハンデとしてメニューはお前に選ばせてやる。じゃあ通好みのラーメンで。何？かしこまりました。調理師を呼んできます。何？お前の魂胆は読めてるぞ。庶民的な食べ物なら僕は食べたことがないからマナーを知らないとでも思っているのだろう。実に浅はかだね。食べたことないの？ない。マジか。だが問題もない。蕎麦やうどんを食べたことはある。要は応用さ。連れてきました。では注文を。ラーメン小麺固め野菜増しニンニク油辛めでおなしゃーす。なんだその呪文みたいなのは。ラーメン通はこう注文するんだ。なるほど、すでにマナー勝負は始まっているということだね。負けるわけにはいかない。ラーメン大麺固め野菜増し増しニンニク油増し増し辛めでおなしゃーす。31A のかやもりより派手な注文をこなす僕はやはりセンスの塊だね。やっちまったな。言っとくけど、
残さないのもマナーだよ。そんなもの、食事における絶対のマナーだ。そんなセンスのないことを僕がするわけないだろう。野菜が減らない、油が多い、スープ辛い。よっと、天地返し。何かした！それもマナーなのか！野菜と麺の位置を変えることで麺が伸びることを防ぐと同時に野菜にスープの味を染み込ませる技法ですね。柳、お腹がいっぱいだよ。かやもり様、お嬢様に代わり私が残りをいただいてもよろしいでしょうか。残すのはマナー違反だからね。いいよ。お心遣い痛み入ります。では、天地返し。あんだけ山盛り状態の野菜を麺とひっくり返した。ごちそうさまでした。しかも一瞬で平らげた。どういうこと？食事に時間を取られるようでは執事失格ですので。ただ柳はすごい。油が重い。最遅延のかやもり、今日のところはお前のセンスを認めてやる。でも次はこうはいかないからな。勝利はラーメンの味って。まるちゃんだ。風呂の準備をして立っている。まるちゃん、一人なら一緒にお風呂に行く？まあ柳は席を外しているからな。この僕が特別にお前と風呂に入ってやってもいい？はいはい、じゃあお風呂行こうね。こっちだよ。まるちゃん、髪の毛洗わないの？今日はいい。いや、よくないでしょ。僕がいいと言ったらいいんだ。ショートでも髪は毎日洗わないと。やだ！なんで？だってシャンプーが目に入ったらしみるじゃないか！今日はシャンプーハットを持ってきてないんだ！だから髪は洗わない！なるほど、シャンプーハットね。じゃあ、ぎゅっと目を固くつむってなよ。あたしが洗ってやるからさ。痛くしないわ。あたしを信じろ。わかった。お前のセンスを試してやる。しびれ！やなぎ！なんで目を開けたんだよ。小樹がえらいこっちゃ。小樹、大丈夫か？かやもりさん、すみません、呼びつけてしまって。実はこの頃基地内の除霊で疲れてて、足も重たくて。すみませんが、次の場所まで連れてってくれませんか？私に任せろ。助かります。で、どこに連れて行けばいいんだ？かやもりさんが怪しいと思った場所へ。
前にも言ったけど、私霊感ないよ。安心してください。ヒューン、急に手を握るなんて古樹大胆だね。霊感は伝染します。全然安心できねえ。それ私もいつかは見えちゃうってこと？感じませんか？怪しい場所。いきなりそんなこと言われても。あれ、なんか首の後ろがゾワゾワするぞ。あっちの方から嫌な気配を感じる。ナービー広場の方ですね。ではすみませんが連れて行ってください。手つないだまま？勘違いされない？疲れているので手を引いてもらえると助かります。そう言われちゃ振りほどけないな。それに接触している方が伝染しやすいですし。離して！着いたよ。古樹、もしかしてヤバい霊がいるの？視線を感じます。ここにいる人たちみんなが私たちを見ています。人？ああ、みんながこっち見てるね。私と茅森さんが手をつないでいるのを見て何か勘違いされてませんか？それ私もさっき言ったよ。とりあえず手を離そう。あ、果樹、そんなに疲れてたの？すみません。でも手は繋がない方がいいですよね。それは見て、あれ別れ話かな。地上のもつれ？一方的に捨ててるようにも見えるわよ。あれ、私がひどい女みたいになってる。そこです、イノセントレクイエム。今のは噂好きな悪霊です。言われたことが気になって生きている人を不安に陥れます。なるほど。今私も見えてた。伝染していますね。ご迷惑をおかけしてすみません。でも私に近づかなければ霊感も薄れていくと思います。ああ、そうなんだ。ここからはやっぱり私一人で。茅森さん、この手は？次行くんだろ、付き合うぜ。伝染しますよ。永久に霊感が強くなるわけじゃなさそうだし、まあなってもいいけど。いいんですか？古樹と同じものが見られるならそれも悪くない。茅森さん。事故直後のめちゃ黒姿の霊を見ても引かないでくださいね。引くー。コジを誘ってお風呂に行こうかな。体はもう大丈夫？一緒にお風呂入ろっか。はい、ぜひご一緒に。どうしよう、まだ私の霊感が高ぶってるみたいだ。何か見えますか？
ああ、大浴場全体に白いもやみたいなのが。それは湯気ですね。そうか、湯気か。大丈夫です。霊が悪さをしようとしたら、私がカヤモリさんを守ります。コジュ、よし、またコジュの髪を洗ってやるよ。いいえ、遠慮します。なんで？視線を感じますので。